佐都市鹿島、別名キッカ島は、中国、遼寧省小,小足島市郷城市の東南海上約1 0トル、両東湾内に位置する島。島の面積は13.5平方キロメートルで、湾内では、最大、北海湾内でも、第二の面積を誇る。人口3000人弱で南北2つの行政村を有し、近隣の3つの小島と合わせて、菊下街道橋を構成する。 両大以来の仏教文化と自然景観を生かした観光業が近年盛んである。佐鹿島は氷炭型の島で南北約6キロメートル、東西は広いところで4キロメートル、最も狭いところで1キロメートル程度である。島の東側には標高198メートルの大菓子山、西側には182メートルの大民山の二山が、座し、大加古山の北側及び、 両山の間には地勢が平坦で人口が集中する。島土の70%が森林に覆われている。周辺海上には北にマバン山島、南にカルガン山島、ヨウケ山島の3島の小島がある。マカオ特別行政区とほぼ同等の面積を持つことから北方の小マカオの微小もある。気候は海洋の影響を強く受ける。 年平均気温は、摂氏9.9度と強日に比べて、摂氏1度ほど高いが、4月から7月にかけては1、摂氏2度低くなる。平均降水量は548ミ、mm、リメートルで、年格差が大きく、強日よりも55ミリメートル少ない。風速は年平均7.1メートルと比較的強い。下降岩から形成され、波の侵食を受けて、騎岩や、 砂浜海岸などの景観を形成している。島には千年枯れていないとされる八角形の井戸がある。ほか、この井戸の隣には、北方では極めて珍しい菩提樹の古木もあり、千年菩提樹として、共に信仰を集めている。佳境はされておらず、京城市と島の間をフェリーが連絡する。5月上旬までは1日に便。 5月中旬から10月までの繁忙期には1日4便が運行している。収容人数500人、片道45分の普通客船のほか、2018年より高速船が導入され、島まで25分で行けるようになった。優れた自然景観と多くの名所旧跡を有し、中国当局による観光地等級では上位2番目の 4A 級に指定されている。 エコツーリズムを掲げて、自動車免許の規制や、菩提樹の植樹などの生態保護活動が行われ、2014年には国家級海洋公園が設定された。観光地としては、両大の仏教寺院である、大竜宮寺、海雲寺をはじめ、秋代の大比較、八角井、菩提樹、東王道などがある。漁業が主産業であったが、近年海洋資源の減少に伴って、 観光業への転換が一しい出土する魔性石器の数々から4000年以上前にはすでに人の生活があったことが分かっている。春になると桃の花が咲くことから春秋戦国時代には十日島と呼ばれていた。縁の大使誕が真の追悼を逃れて洞窟に身を隠した逸話も島に伝わっている。後、唐の大層理性民が統制の折にこの洞窟を 訪れ、同様に山宿りしたとの伝説があり、今日では、東王道と呼ばれている。新東女地理氏によると、道道は、東の時代、東火浦と呼ばれていた。宋の状態も、この島を東火島と記している。東は八年、寮の聖州は、広吉宮の奴隷約千人を解放し、旧北海教州の地からこの島に移し、小さな県を設けて、京条県と名付けた。 この年、大小の河川が途絶えてしまったため、島民が総出で川底を掘ったことから、東川と呼ばれるようになったとされる。島の大河山の北陸には小川が流れ、今も、なおその素朴な名前を変えず、川溝と呼ばれている。寮の時代は、東川だったかもしれない。994年、青州は、宗の仏教の聖地である、札山にあやかって、 開天仏国の建設を発揮し、構想、遠友大使を島に送り、佐鹿島に大竜宮寺を起こした。1031年に、遠友大使は、弟子の老を猛攻に管理を委ねて島を離れた。両、近代にかけて、島には、寺院17座が連なって、仏教の聖地となり、朝廷と密接な関係を持った。地元では、南に、札山あり、 北に菊鹿島ありと称されている。1175年には、詩人の大錆ビが島を訪れ、佐鹿島、富大角鹿島、龍宮寺の歌2首を残している。1290年に、元が表情権を廃した際に、俗称の東家島から、佐鹿島へと名を改めた。佐鹿とは、遠遊大師の総合である。現代には、群馬の使用場が設けられ、 良質な馬の産地として知られた。秋代に至ると、島は、ネイエン、マモルの管轄に置かれるが、里鹿島は、北方防衛における戦略上の用地であるだけでなく、依然として、ネイエン、マモルの官兵らにとって、重要な信仰空間の地位を占めていた。1626年、アトキンのヌルハチは、民のネイエンに進行し、構成の不利なのを見て、 年延の兵糧庫であった里鹿島にモンゴル人騎兵隊を派兵した。後金軍は船を持たないと高をくくっていた民軍は島の防衛をおろそかにしていたが、この年は海面が凍結し、騎兵隊が島に上陸することを許してしまった。年延の戦いで民軍は勝利を収めたものの、里鹿島では7004人の兵卒と7004人の 民が死傷し、八万余り石の穀物と、船に戦争が破壊される甚大な被害を受けた。真の統一後、旅順口一帯の解剖の重要性に鑑み、1713年に旅順水軍が設置され、佐都島は、その守備範囲の生誕を隠することとなった。旅順水軍は、建立帝の末期にはその力が衰え始め、高所帝の1880年に、 北洋水師にとって変わられると、島には、兵士の姿は見られなくなった。島には、菊の花が咲き誇ることから、民国時代の1922年に菊下島に、解消されたが、2009年の協調市人民、代表大会において、名前を、里鹿島と改める決議がなされた。近年、里鹿島は、北京、天津、河北、吉林、 国流港などからの予算客を集めており、2010年には30万人の入島を記録している。ありがとうございます。